2月9日午前3時43分、堀田クリニック集中治療室、堀田クリニックにお世話になりすぎだろう。なるほど、ここに入院してたんだ。僕は今、ある裁判の記録を目の前にしている。僕の師匠、千尋さんが初めて法廷に立った時の記録だ。あれだよね。逆転裁判4の話、4じゃないわ。4話の話だよね、3の。そこには信じたくない真実が僕を待っていた。宮柳千奈美、どうしても信じられなかった。記録の中に書かれているのは僕の知っている彼女ではなかった。五道川に飲み込まれた僕は奇跡的に救出されたらしいけど、これまた五道川に流されたのがなるほどっていうのもなんかこう因縁というか運命というか感じるよな。奇跡的に救出されたらしいけど、考えられる限りこの世で最もたちの悪い風邪をひいてしまった。目はくらみ、耳鳴りがして喉は焼け、頭は煮えたぎる。しかし必ず回復する。今日の午後までに。考えられる限りこの世で最もたちの悪い証人を相手に、あいつならきっと何とかしてくれるはずだから。何とかしました。なるほど、待ってるよ。みんなで寄せ書き書こうか。千羽鶴でもおろうか。2月9日午後2時43分、おぼろ橋。大丈夫なのか。なるほど。ああ、帰ってきたの。顔がなんというか緑色だが、専門的にはビリジアンっすね。いや、そうなの。これでも随分熱は下がったんだけどな。何度す？微熱程度ですよ。38度9分だから、お前平熱いくらだよ。38度5度ぐらいあるんか。うわ、とにかく裁判の記録はさっき読ませてもらったよ。さすが三剣だな。あの状況で持ちこたえるなんて、そもそも弁護士じゃねえしな。この人。まだ危険な状況であることは間違いないがな。とにかくポイントは凶器だ。凶器。父人は凶器ではなかった。我々の知らない刀がどこかに眠っているはずだ。もう一本の刀か。心配いらねえっす。この自分が必ず見つけ出してみせるっす。ありがとう、三剣。あとは僕に任せてくれ。それもよかろう。実は私は一度署に戻ろうと思っているのだ。どうしても調べてみたいことがある。何のことだ？もちろん我々の依頼人のことだよ。あやめさんすか？我々だって。エモ。私はどこかで彼女に会ったような気がするのだ。ああ、それは、あの、4話の記録では、記憶では。それを確かめたい。どうやら、君の口からは聞けそうもないからな。そんな寂しそうな顔しないでよ。すまないな、三剣。それではまた、後ほど会おう。なるほど。後ほど会おうだって。てさて、じゃあ、自分も行くっす。行け、早く。帰れ。邪魔をするな、二人の。どっか行くんですか？この橋っすよ。向こう側へ渡るために応急処置の準備をしてるっす。そうだ、奥の院には真由ちゃんが。そうだよね。そう、ハラスかしてんじゃねえの。心配いらねえっす。渡れるようになったらあんたにも知らせてあげるっす。ありがとうございます、伊藤子刑事。ゲホゲホゲホ。38度キューブなんて今だったら飲食店入れないよ。まあまあ、なんでもいいから風邪をうつさないでほしいっす。じゃあ後ほど会うっす。待っていてくれ、まゆちゃん。必ず助けに行くから。それまでに手がかりを集めるんだ。じゃあ、まあとりあえず移動かな。今特に別にここで見るもんないもんね。移動を、3問。当日某時刻、葉桜院3問。だからさ、頼むよ、俺の芸術のためにさ。あれ、この果てしなくだらしない声は。ヒロインよ、ヒロイン。俺の絵本の名誉なことだぜ。絵本にヒロインなんて出てくるか。ギャッ、おくどい。あ、めいちゃんじゃん。バカをバカゆえに許すバカはそのバカにも劣るバカ。そう思わないかしら。なるほど、リュウイチ。めいちゃんだ。確か君は
確か君は？いててて、思い出すのが遅い。そら怒るわ。まだ熱で頭が働かないんだよ。にしたってでしょ。まずいだろめいちゃん、こんなに何回も無知でぶってくる女の名前忘れるとか。こいつ生死の境をさまよってるって噂だぜ。今もなお生き霊みたいな言い方すんな。死者に鞭打て、この国ではそう言うそうね。言わないよ、それに死んでないし。なあ、なるほど、お前からも言ってやってくれよ。めいちゃんのムチムチ大冒険のモデルになってくれってさ。それは俺も見たいのでぜひお願いしますめいちゃん。やはあ、私にモデルを頼む前にまともな証言をすることね。その前にまともに生きることだな。やはり誰がなんて言ったって俺本当に見たんだ。あの子はあの晩ピョーンって飛んだんだ。ピョーンって、後で謝ったって許してやらねえからな。うん、もしそれが真実だとしても別に許してはいらないから。やれやれ、言っちまった。一年ぶりね。なるほど、リュウイチ。ああ、こんにちは。こんにちは。相変わらずお綺麗ですね。相変わらずアメリカで？え、もちろん完璧に勝ち続けているわ。日本では勝てないのにね。アメリカでは勝てるんだ。アメリカってぬるいんだね。やれやれ、変わってないみたいだな。あれから一年か。私の名はカルマ・メイ、天才検事よ。はあ、私がアメリカの検事局を捨ててこの国へ来た理由はただ一つ。復讐よ。復讐。彼女はアメリカに生まれ育ち、13歳で検事になったという。彼女の父親は伝説の検事、カルマ・コウ。まあ、インドを渡してやったんですけどね、私が。40年間無敗を誇り、今はもういない。生きてるけどね。死刑になったみたいな言い方だけど。もしかして君はまだお父さんのことでこの僕を、なんで自分から地雷踏みに行くの。なるほど、龍一、私はあなたを倒す、必ず。でもそれは私自身のため、父は関係ないわ。もう、あ、もうなんだ。じゃあ以前はこだわってたことは認めるんだね。そうか。今日の法って正直なところ驚いたわ。私は貴様と戦うつもりでこの国に戻ってきた。人のこと貴様っていうのやめなさい。まさか弁護席にあの男が立とうとはね。三剣玲治、考えてみればあいつもまあ元々弁護士志望だしな。あのカルマ号に検事を叩き込まれた天才なんだ。三剣玲治は私にこう言ったわ。でも皮肉だよな、そのなんだろう、弁護士を目指してたきっかけを立ったのが父親を殺した人間だったっていうのがね。この事件はなるほどにとって特別な意味を持つって。ああ、その通りだね。だからこそ私は来たのよ。特別な意味を持つ事件で貴様を叩き潰すために。アマゾネスすぎるな。バーサーカー、ここまで素直に敵意をむき出しにされると、なんかもうカプコンだしね。俺より強えやつに会いに行く感じなんだろうな、この子は。なんか微笑ましいな。いてててニコニコするな。その前に病人を叩くな。あの男もこんなバカのためにあんなバカなことをするなんてね。みつるぎ、いいかしら。なるほど、リュウイチ、私には期待しないことね。何もしてないよ。あくまでもあなたをぶちのめしに来たわけだから。めいちゃん可愛いなぐらいしか思ってないよ。君に風殺し Z を買いに行ってもらおうとは思わないよ。風殺し Z っていう名前的にめちゃくちゃ一晩で熱下がりそうだよな。事件の資料は飛行機の中でざっと目を通したわ。ざっと？ええ、完璧にね。スキャナーかなんかなの、その目は。あなたのバカげた行動には笑わせてもらったわ。燃え尽きた橋が渡れるかどうか考えなかったのかしら。考えなかったよ。あの時は渡るしかなかったからね。考えないバカは考えるバカよりタチが悪いよね。嫉妬か？なんだ？まゆいちゃんへの嫉妬か？足が渡れるようになったら糸の子刑事が教えてくれる。まゆいちゃん、無事だよな。早く僕に聞かせてほしい。何を？事件どうや？そっちは何があったのか？ああ、なんだ。まゆいちゃんの声が聞きたくなったのかと思った。あくまで事件のことが知りたいんだね。あ、こんなもんかい？まあ今んとこ別に突きつけるような証拠品もないよね。まあいいや、とりあえず行けるとこ行こっか。釣り場所はいいんで、本堂。同日某時刻、葉桜院本堂。
はーだよね、いる人的に考えたら。深いため息が聞こえる。だよね。あの、ビキニさん？あら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 、いたのかい。元気？はぁ。あの、無理しない方が。もしかして、おばさん、とんでもない間違いをしてたのかね。でもまあ、おばさんは見たことを言っただけでしょ。嘘はついてないんじゃないの？そう、キリッとした顔やめて、本当に。笑っちゃうから。エリス様を知らせてしまって、その目、あ、その上、あやめまで。エリス様、ね。それに、修験者様も、奥の院に閉じ込められているし。あの小さな女の子までどっか行っちゃって。そうなんだよな、ハミちゃんいねえんだよな。小さな、まさかハルミちゃんが。忘れてたやろお前。そうなのよ、事件があった翌朝から姿が見えないの。はハルミちゃんが。それは聞いてないぞ。お話、おばさんも年かね。なんだか自分に自信が持てなくなってきたのよ。え、でも冬はすごいんでしょ。今日の法廷ですか。おばさん、あれよ、嘘なんてついてないんだかな。いや、でも本当、見たことが本当だと仮定して進めるべきでしょう、この世界では。あの晩、あの子がエリス様の体からぬーっと刀を。おばさん、本当に見たんだから。今朝まではそう思ってたわ。サイコロックが現れない。確かに嘘はついていない。あの、どうして急に自信をなくしちゃったんですか。おばさんの後に証言したあの芸術家がいたでしょう。あいつな、こいつな、ほんまにな。ごめんね、おばさん。あやめちゃんが飛んだんだよ、白い頭巾をはためかせて。あんだか俺も飛べそうな気がしてさ。飛んでみたらよかったのに。ありえないことを必死で喋ってるあの子を見て。ああ、おばさんも所詮あの程度なのかなって。あの程度。めちゃくちゃ下に見られてる。まあ、あいつのことは気にしない方がいいですよ。芸術家といってもトラブル関係の芸術ですから。嫌な芸術だね。ビキニさんもやはりも嘘はついていない。考えられるのは見間違いかな。どっちも見たかだよな。奥の院、事件当夜奥の院であやめさんと会ったんですよね。そうだよ、あれは確かにあやめだったわ。でもあやめさんはハザクラインの部屋にいたと言っている。やっぱりあの晩こっちに戻ったのは間違いだったね。おかげでまゆみちゃん一人で閉じ込められているんですよね。申し訳ないね。あそこ隙間風がシャレにならないのよ、特に冬は。まあなんかこれ SNS 時代だったら大炎上案件だよなこれ。確かにあの修験道今にも崩れそうだったな。お堂さんはね、昔から大きな地震が多いのよ。地震ですか。みっちゃん大丈夫か。大きいのが来たら今度は潰れてしまうかもしれないね。一刻も早く助け出さないとな。まあでもとりあえず心配いらないと思うわよ。あそこはいわば陸の孤島だから。だから心配なんです。陸の孤島。そう、おぼろ橋の向こうには奥の院しかないのよ。川と崖と森に囲まれててね、人は住んでないんだわ。人より怖いものいくらでもいるでしょ、自然界には。そうなんですか。雪山の陸の孤島なんて怖すぎるよ。だからもし怪しい奴が向こう側に逃げ込んだとしても、おぼろ橋がない限りどこにも逃げられないから安心よ。それ迷いちゃんとワンオンワンになりますけど。それって迷いちゃんも逃げ場がないってことじゃないですか。わわ、そりゃそうだわ。早く渡れるようにならないかな。天竜さん、エリス、ちょっと気になることがあるんですけど。え、なんだろう、おばさんのスリーサイズかしら。いやいや、被害者で、キリ、天竜さん、エリス先生のことです。さすがにおばさんも知らないよ、エリス様のスリーサイズは。彼女はなぜこんなところに泊まりに来たんでしょう。こんなところ、修行するわけでもないのに。あらあら、こんなところとはご挨拶ね。エリス様は五道さんのきつい自然を取材なさっていたのよ。なんか詰まったな今。それにビキニさん、彼女のことエリス様って呼びますよね。え、どうしてですか。彼女は修験者でもないのに。そんな、ただのお客さんだよ。だってほら年上だから、おばさんより。
どうして知ってるんですか？彼女が年上だって。取るよ、上げ足。上げ足取りのプロですから。おう、マジかい。あ、しかも結構多いね。しっかり5個もロックが。どうやら天竜斎エリス先生はただのお客じゃなかったようだ。それに事件当夜、彼女と一緒にいたはずのハルミちゃんが消えた。何か関係があるはずだよな。ハミちゃん、まさかハルミちゃんまで。お願いよ、そんな悲しそうな目をしないでちょうだい。まあ別にこの人が悪いわけではないからな。まいったな、頭がガンガンしてきた。ハルミちゃん、事件当夜はエリス先生と一緒でしたね。さあ、おばさんたちは修行の支度があったから、夕食後あの子は見てないんだけど。あの事件、まさかハルミちゃんの目の前で。刑事さんのお話ではうちにも帰ってないんだって。落ち着くんだ。一箇所だけ残っている。一箇所だけあの子がいるかもしれない場所が。糸の子刑事、頼むから早く来てくれ。ああ、まゆいちゃん側ってこと？まあじゃなかったらこっち側にいたら、だって見つかるもんね多分。こんなもんかい今は。境内。同日某時刻、葉桜院境内。ビキニさんはここで事件を目撃した。嘘をついているとは思えないけど、まだ他に手がかりが眠っているんだろうか。あ、杖。エリス先生が持っていた杖、確かに頭のところに水晶がついていた。その水晶はやはり橋の近くで拾ったらしいけど、どうしてそんなところに落ちていたんだろう。一応像、綾里京子像が持っているあの七支刀、今日の法廷であれが凶器ではないと立証されたらしい。とりあえず罪作りな刀であることは間違いないな。でもこの七支刀ってさ、あの事件の時に、欲しいだけ愛がの時にさ、なんだっけ、曲がったはずなのに直したのかな。割と簡単に曲がる感じなのかな。まあでも特にあの時と変わったものってないよな。極楽庵行ってないから極楽庵行ってみるか。おー、なおーえーおーな、な、なにこの周りの迷惑を考えない雄たけびは。あんた、こんなところでくつろいで出すか。糸の子刑事、もしかして、おぼろ、橋っす。とりあえず渡ったっす。渡った。あら。じゃあ、おばさんも一つ。いや、関係者以外立ち入り禁止っす。何言ってるんだい。おばさん、どこから見てもどっぷり関係者じゃないか。それはそう。いや、まあ、ある種、そうなんすけど。ギャッハハ。久しぶりね、ヒゲ。あなたは会ってなかったんだまだ。かはー。住職様、調査は私に任せなさい。人を指さすな。おやおや、まあまあ、なんか楽しいわあなた。私はあなたの味方、悪いようにはしないわ。あやめさんを有罪にしようとしているくせに。何をぼやぼやしているの。なるほど、リュウイチ。痛いな。何するんだ。オーダー回り。このカルマが貴様の調査をいい指導してあげるわ。さっさとついてきなさい。やだな。やれ、ついてくる気か、この娘。めいちゃんって今いくつになったの。二十歳ぐらい。めいちゃん、あれ、ハミちゃん9歳か。あ、まだ19回、この子。じゃあ、橋行けばいいのか、これは。三門、移動、吊り橋。ああ、ほんとだ、渡れるようになってる。すごいな、この長さの板、どこで調達してきたの。20メートルくらいあるでしょ、これ。移動でいいんだよな。うん。同日某時刻、奥の院修験堂前。この前と違って、なんか騒がしいな。どうやら捜査が始まったようね。あ、なるほどくん。あ、ハミちゃん。この声は、ハミちゃんだ。ハミちゃん。なるほどくん。なるほどくん。よしよし。あ、なんか、あれが開いてる。あの、焼却炉が。じゃあ、やっぱりあの夜はここにいたんだ。私、もう寂しくて死んでしまうかと思いました。朝起きてみるとおぼろ橋はなくなっていて、私一人ぼっちで。
一人ぼっち。ハミちゃんは？それは大変だったわね、お嬢ちゃん。あなたは無知のお姉さんだよ。カルマ・メイ、天才検事よ。私が来たからにはもう安心。1年前迷い様をいじめた検事様ですね。え、私嫌いです。どうよ、幼女に嫌われる気分は。迷い様は悪くなかったのに、私許しません。ぐ、相当聞いてるみたいだな。いてててて、物も言わずに叩くなよ。嬉しそうな顔するな。いや、メイちゃんもなかなか可愛いよな。それよりハルミちゃん、マユイちゃんは一緒じゃないの？あ、なんぞ。申し訳ありません、全部私のせいです。何が何が？ハルミちゃん死んだ。私あー、迷い様。あ、はるみちゃん、走っていっちまった。いてててて、女の子を泣かせるなんて最低ね。なるほど、リーチ。どういうことだ？嫌な胸騒ぎがする。え、とにかくもう一度よく調べ直してみよう。あ、調べる余裕はあるんだ。どことなく2日前と雰囲気が変わった気がするし。そうだね、焼却炉が開いてるね。調べる。うん、焼却炉。あの焼却炉、怪しい匂いが漂っているな。これ見よがしに蓋も開きっぱなしになってるし。どれどれ、一体どんな手がかりが？信じられない、空っぽだ。甘いわね。なるほど、龍一。でもちょっと気になるんだよ、カルマメイ。僕が最初に見たときは確か空いてなかったし、雪積もってなかったっけ。そうだよね、あの焼却炉には雪が積もっていた。やっぱり誰かが何かを燃やしたんだ。一ついいかしら。なるほど、龍一。人をフルネームで呼ばないで、なんか気に障るわ。君の真似をしただけだぞ。地蔵さんは特に変わってることある？お地蔵様がずらりと並んでいる。なるほど、龍一。住職様にはこんな姉妹がいたのかしら。何の話？後で本人に聞いてみたらいいんじゃないかな。そうしてみるわ。引っ叩かれるぞ、多分。いや、まあ引っ叩きはせんでしょ、あの人は。これは？なるほど、リーチ。なんだよ、いちいちフルネームで呼ばないでほしいな。かつてここは港町として栄えていたのかしら。港町？あそこにあるのは船をつなぎ止めるための金具でしょ。意外と世間知らずだな。ああ、あれは大ぼろ橋を補強するためにワイヤーがかかってたんだよ。橋が燃えた時に切れちゃったみたいだけど、ワイヤーって火で切れるもんなの？切れるか？こんな寂しい山の中に港町が栄えるわけないだろうが。うるさい。なるほど、リーチ。何も言ってないよ。仲良しだな。他になんか変わったことある？まあ、ここはもともと空いてたよね。もう中入るでいいと思うんだけど、どう？移動してみよう。奥の院。同日某時刻、奥の院修験道内。どうしたのかしら、黙り込んで。ここで修行していたはずなんだよ、まゆちゃん。どうやら姿は見えないまで、うう、なんか掛け軸が掛け軸えれえことになってるけど、何あれ。うんうん、うんぴ。どうやら姿は見えないわね。あ、サイコロックが。なんだあの妙な鍵は。あんなの2日前にはなかった。それにこの部屋、どうも妙な雰囲気が漂っている。調べる。サイコロック。この扉、2日前に来た時にはこんな妙な鍵はかかってなかった。まるでホラー穴を守っているかのようね、この鎖。こんな不思議な錠、見たことがないわ。僕には見覚えがある、この鎖と錠。心の暗闇を守るサイコロックで、この錠も何かを隠しているんだろうか。ホラー穴という暗闇の向こうに、なんか洒落た言い方してる。この掛け軸だよね。なるほど、龍一。この黄色いポスターは何かしら。ああ、それは掛け軸だよ。描かれている女の人は。
女の人と言われても私には何も見えないわ。この部屋に来た時からどうも妙なムードが漂っていた。ん？漂っていたのはムードじゃない、匂いだ。え、臭いの？やっぱりカレー、あ、カレーかこれ。ん？どうしたの？なるほど、リュウイチ、この掛け軸、カレーがぶちまけられているんだよ。確かにこの部屋は食欲をそそる匂いが立ち込めているわ。うん、カレーとか食べるんだ。みーちゃん、そんな庶民的な食べ物は食わないとか言いそうなのに。でもなぜ？カレーはインドの食文化よ。そういう話じゃなくて、この国ではインドのカレーを画材として使用するのかしら。どの国でも使用しないと思うよ。まず匂うし、スパイスだからね。事件があった夜、みんなで食べたカレーだよな、これ。一体誰が、なぜ掛け軸にこんなことを。え、ハミちゃんに詳しく話聞けないの？掛け軸のデータを修正したアヤサとマイコの絵姿がカレーによって消されている。ずいぶん遅かったじゃねえか。誰だ？待ちくたびれちまったぜ。え、なんで？なるほど、ずいぶん遅かったじゃねえかじゃねえよ。合同検事来てたんですか？検事ですって？合同検事、今日の法廷どうして行かなかったんですか？くっ、それはあんたも同じだって聞いたぜ。え、僕はその風邪をひいちゃったから。俺にはもう少し大事な用があったのさ。あんたには一生理解できないだろうがな。どうやら読めたわ。貴様ね、神聖なる法廷をすっぽかした最低の検事。神聖なる法廷を捏造やらなんやらで怪我してる人はどうなんだろうね。誰だいこのジャジャウマ娘は。今日の法廷であなたの代わりを務めたカルマ検事です。くっ、そいつはご苦労だったな。お嬢ちゃんはもういいぜ。俺からは大人の時間だ。な、何を勝手なことを。実際お嬢ちゃんだしな。この事件は私の。おしゃべりな女は好きじゃねえ。もう一度だけ言う、あんた帰っていいぜ。こんなん言われたらブチ切れちゃうでしょ。なるほど、だからなんで僕を叩くんだよ。ちょうどいいんだろうな。ふっ、うちじゃまだ足りねえぜ。なるほど、なんだと。まだあんたは分かっていねえ。自分が取り返しのつかないことをしたかもしれないってな。何？合同検事、なんかいつもと違うぞ。マスクの裏から強烈な力を感じる。ああ、何？目覚めちゃう？力がビームとか出るんじゃないの？これは怒りと、そして悲しみ。なんでわかるんだ？そろそろビームが出てもおかしくない感じはしてるけどね。お話しましょうか。法廷を休んだ理由、大事な用があったんですよね。だから法廷に行かなかった。その大事な用って何だったんですか？前に一度だけ言ったことがある。覚えているかい？俺はあんたと戦わなければならねえ。そのために地獄から戻ってきたのさ。俺はな、一度死んだ男なんだよ。死んだ？死人が地獄から蘇るにはくだらねえ手続きが必要なのさ。定期的な身体機能の精密検査、体内物質の補給、調整、めんどくせえ現代医学にすがってみっともなく生きながらえる。それが今のこの俺だ。それじゃあそのマスクも？この醜い代物かい？シャレでつけてるわけじゃねえぜ。こいつがなきゃ俺はあんたの間抜け面を見ることもできねえ。そんな。俺の目はとっくにイカれちまってるのさ。こんなでかいメガネをぶら下げていても完全には見えねえ。まあこのポンコツな体を点検していたわけだ。一体何があったというの？一度死んだなどと。それはこいつに聞いてくれよ。え、僕ですか？そうさ、なるほど、あんたは知っているはずだ。この俺がいつ、そして誰に殺されたのか。もう俺には何も言えねえ。なるほど、リュウイチ、そうなの？そんなこと言われても。頭の中に何かが引っかかっていた。護道賢治が殺された事件、僕はそれを知っている。いずれはっきりするだろうさ。
何もかもな。そうだろ。なるほど。取り返しのつかない、僕が取り返しのつかないことをした。さっきそう言いましたね。どういうことですか。オンボロ橋のこちら側、奥の院は陸の孤島だ。それはビキニさんも言ってたな。なんだ、知ってるかい。今日こっちに渡ってきた警官たちが何をしているか。な、何ですか。連中必死で探しているのさ。消えちまった修験者の痕跡をな。消えた。捜索隊を代表してこれだけは断言してやろう。あやさと迷いはオンモロ橋のこちら側には存在しねえ。え、そんなバカな。だってあの晩彼女は同じことを二度は言わねえ。可能性はゼロだ。ただ一箇所を除いてな。一箇所、目の前にあるこの修験道の長さ。まあまあそうだよね。捜索隊が調べていないのはあとはこの中だけだ。このホラー穴か。ただ修験道内の温度は氷点下に至ることもある。もしこの中に綾瀬と迷いがいたとしても、正直生存の可能性は高いとは言えないだろうぜ。そんなあんたは綾瀬と迷いを見殺しにしたことになるのさ。バカな。それならばなぜさっさと捜査をしないと。あんたにも見えるだろう、そこにぶら下がってる鍵が。カラクリ城だ。今解除の手配をしている。どうだ、なるほど。あんたのせいでまたしても女が一人死ぬ。ああ、またしても何を言い出すんだ。忘れたとは言わせねえ、なるほど。今から3年前だ。あんたのせいで死んだ女がいただろう。僕のせいで。あやさと迷いの姉。そう、あやさと千尋さん。千尋さん。彼女はあんたが殺したんだ。違う。本当に違うんだけどね。彼女を殺したのは小中勝ですよ。3年前、あやさと千尋はある男を追いかけていた。彼女はあまりに巨大な相手を敵に回しちまったのさ。その事件なら僕も知っている。でもそいつには僕自身が決着をつけたはずだ。確かに綾里千尋を殺害した犯人は捕らえられたさ。しかし彼女はもう帰っては来ねえ。クソ、八つ当たりでは。それはそうだけど、あの時彼女のそばにいたのはあんただけだ。あんたが彼女を守ってやるべきだったのさ。ぐっ、綾里千尋が師匠だと笑わせるな。なるほど。あんたは彼女の命を奪った。そして今彼女の妹の命すら見殺しにしようとしているのさ。僕が迷いちゃんを。カラクリ城、何なのこの城は。こんなものさっさと壊してしまえば。そうはいかねえのさ。この辺りは昔から地震の多い土地柄でな、度重なる振動で修験道の地盤はもうガタガタなんだ。あー、だからそういうチェーンソー的なものでガガガガガっていうのはまずいってことか。鍵を破壊するために余計なショックを与えたら、奥の院自体がホラーなこと崩れちまうだろうぜ。じゃあさっさと城を開けたらどうなの。くっ、こいつは鍵穴のないカラクリ城なのさ。鍵穴がない、一種のパズルだな。こいつを開けられるのはここに城をセットした人間だけなんだよ。なんでそんなの分かんの。それは一体誰なんですか。被告人さ。あやめさん。修験者の修行はこの修験道の奥で行われる。立ち会う甘僧はカラクリ城で修験道の入り口を閉ざすんだ。事件当夜もそうだったはずだ。綾瀬と迷いはここに入った。ビキニさんが言っていた。修行の開始はあやめさんに任せたって。だから城を外せるのは被告にあやめだけだ。今彼女はこっちへ向かっている。俺が手配した。あやめさんにしか開けられない城か。頼む、まゆちゃん、無事でいてくれよ。さてと、そろそろ仕事に戻るとするぜ。護道賢治、間違いないんですか、まゆちゃんのこと。俺に間違いはねえ。この修験道の中にいる。それしか考えようがねえのさ。まあせいぜい祈っておくことだ。
あんたの親友がさっさと被告人を連れてくることを。みつるきか。いいか、なるほど。これだけは言っておく。俺は決してあんたを認めねえぜ。敵意がすごいね。かつてないぐらい敵意がすごい。友達は選んだ方がいいわね。なるほど、龍一。みつるぎはいいやつだぞ。みんなそう言うよ。とにかく、僕は僕にできることをするしかないか。え？あ、でも、調べたよね。この辺は調べてないか。古ぼけたタンスだ。勝手に開けちゃダメよ。なるほど、龍一。あ、ダメなの？なんか、まゆいちゃんになった気分だな。なんだ、修験者の装束しか入ってないわ。お前を調べるんかい。勝手に開けちゃダメなんじゃなかったのかよ。私は検事局の人間なのよ。何をやっても許されるの。衝撃的な発言だな。布団。せんべい布団が畳まれている。ちょっと待ちなさい。なるほど、龍一。何かしら、せんべい布団って。薄くてぺったりしたおせんべいみたいな布団だよ。この国じゃそういうの。アメリカで言えばビスケットタオルケットかな。そうなの？勉強になったわ。ビスケットタオルケットは忘れていいよ。めいちゃん、たまに素直だから可愛いよな。あ、もう一回調べれる。クライン流霊媒堂の家元、綾里舞子が書かれた掛け軸。そこになぜかカレーがぶちまけられている。これじゃあ何が書いてあるのかわからないわ。この国の芸術家のやることは理解できないわね。芸術ね。あとはそんなもんか。じゃあ移動でいいのかな。あ、誰だ。自分はどうすればいいですかね。風に乗ってどこからか独り言が聞こえてくる。のこちゃん、どうしたん。やっぱりあれは水洗いしておいた方が。いやー、でも刑事としてさすがにそれは。あー、悩むっす。小さな胸が張り裂けそうっす。キャッハー。どうしたの、ヒゲ。いきなりピシリとやらないでほしいっす。挨拶代わりに肩をポンと叩いただけよ、無知で。どうしたんですか。悩んでいるそうですね。どうして知ってるっすか。あれを水洗いするとかしないとか。どうして知ってるっすか。あ、そうっす。あんた、あの小さな扉入っちゃダメっすよ。小さな扉？あ、横のやつ？ああ、あの立ち入り禁止の立て札がある扉ですか。自分はちゃんとしゃがんで入ったっすから。何の話？そんなことでトンチを聞かせてどうすんだよ。あの扉の向こうには何があるの、ヒゲ。中庭風の、いわゆる中庭っす。中庭？とにかく捜査中ですから絶対来ちゃダメっすよ。これは命令というよりむしろお願いっす。逆じゃないか普通。じゃあ行くか。それじゃあ中庭に行くわ。なるほど、龍一。そりゃそうだよな。いとのこ刑事が何を水洗いするのか知りたいし。行こうか。中庭。わお、あ、迷いって書いてありますね。同日某時刻、奥の院中庭。何か不自然な空気を感じるわ。なぜかしら。それより、なんだあの灯籠に書いてある。ギャーッス。うわ、なんで来ちゃったっすか。ダメって言ったはずっす。手がかりのあるところ、カルマの影あり。ここには面白いことがありそうね。のこちゃん、お話ししようか、捜査について。それでどうなんですか、奥の院の、調査は。我が国が誇る最新の科学調査で頑張ったっす。科学捜査ね。それでその結果は。とりあえず科学的に異常なしっす。それで済むと本気で思ってるのかしら。パッと見た感じ、気になるところが2点ほどあったっす。あの灯籠と雪のない地面ね。科学的にちょっと怪しい感じがするっす。それで鑑識課の連中に調べてもらったっすが、その結果はちょっと言いにくいものになったっす。とりあえず僕も調べてみるか。迷いのこと、あの、まゆいちゃんのことなんですけど。
ああ、護道検事から聞いたっすか？ええ、まあ。警察は別に捜索隊が動いてるっすけど、大室橋のこっち側は姿を隠せる場所がないっす。我々としては三剣検事の到着を待つしかないっす。三剣の被告人あやめを護送してこちらへ向かっているっす。修験堂の鍵を開けられるのは彼女だけ。待つしかないわ。そういえば三剣検事があんたに話したいことがあるらしいっす。三剣が僕に？なんだろう。あ、くれぐれもいいニュースを期待しちゃダメっすよ。三剣検事の声死にたくなるほど暗かったっすから。やれやれ、みっちゃん結構感情的になるっていうか感情が出やすいからね。おお、こっちの方が気になるけどね。あれサイコロックのやつじゃないの？ちょっと違う。雪の中からお守りが覗いている。ずいぶん古いものだ。革の紐がついているな。どうやら被害者のものらしいっす。天竜さエリスの？被害者の死体の首に切断された革の紐が引っかかっていたっす。はあ。その切り口がそのお守りの紐とぴったり一致するっす。おお、なるほど。こいつはとんでもない代物かもしれないな。証拠品家元の護符のデータを法廷記録にファイルした天竜斎エリスが身につけていたもの、奥の院中庭で発見。あとはまあ雪景色、小さな灯籠に小さな塩落とし、可愛らしい庭園ね。おや、この大きなお茶碗だけど、お茶碗、あ、専門的には手水鉢っす。お、知ってるんだそんなこと。他のものは全て凍りついてるのに、手水鉢の氷だけ綺麗に割られているわ。氷が何か意味があるのか。それは自分が顔を洗ったっす。ちょっと眠かったっす。そら叩かれるわ。これからは眠くなったら私のところへ来るとこ、来ることね。まあその方がよっぽど目覚めるわな。これ一体何ですか。見つけちゃったっすか。見つける前に嫌でも目につきますよ。迷い、そう書かれているわね。その文字はご想像通り血で書かれているっす。そのあたりのこと詳しく聞かせなさい、ヒゲ。了解っす。ああ、これでなんだ、話が聞けんのか。なんだこれ、ここだけ雪がない。しかも不自然なほどきっちり長方形に。誰かが綺麗に雪を持ち去ったようね。このヒゲが自分じゃないっす。我々警察が来た時はすでにこんな感じだったっす。じゃあ一体誰が。ああそうだ、ここだけの話があるっす。何かしら。これは極秘っすよ、誰にも言っちゃダメっす。いいわ。小さい頃近所の相撲大会で負けた時のこと、悔しくて泣きながら土俵の砂を持って帰ったっす。そいつを台所にぶちまけてしこたま怒られたっす。やべえなこいつ。もしかしてそれで終わり。終わりっす。うひょ、誰かが雪を持ち去った。何か意味があるんだろうな。今は見当もつかないけど。あとは、あ、このなんか火くべそうなやつ、かがり火だ。街灯のない山の中だから大切な明かりなんだろう。そのかがり火っすけど、最近燃やされた跡があるっす。最近？おそらくは事件当夜と考えられているっす。事件当夜はここでまゆいちゃんの修行があった。かがり火を燃やしても不自然ではないだろうな。うん、そんなものかい、そんなものかい、そんなところかにゃ。うん、じゃあお話聞こうか。あ、間違えた、話す。灯籠の血文字、この迷いという文字、血で書かれてるんですか。そうっす。しかも被害者の血らしいっす。エリス様の。なんですって、エリス先生の血。精密検査はまだっすが、おそらく間違いないっす。面白いわね。なるほど、龍一、あなたにもわかるわね。この文字がなぜ逆さまに書かれているのか。それは自分も不思議に思っていたっす。独自の調査をもとにさっき自分なりの答えを出したっす。そう、言ってごらんなさい。事件当夜、あの灯籠はきっと逆さまに立っていたっす。
とにかくこの状況で考えられることは一つね。のこちゃんなんか急にバカになった？普段言うてそんなだったけど。とにかくこの状況で考えられることは一つね。寒いからかな。この文字は自分の血で天竜斎エリス自身が書いたのよ。嘘だ。そんなことありえない。被害者の血で書かれた文字、他の遺留品から考えて、天竜斎エリスの殺害現場はこの奥の院の中庭だった。現在我々はそう考えているっす。まあそう考えちゃうよね。それが自然だよな。本当の殺人現場、天竜斎エリス先生がここで殺害された？そうとしか考えられないとみんな言ってるっす。じゃあビキニさんがハザクラインの境内で目撃したあの犯行現場はどうなるんですか？そんなこと言われてもね。どうなるんすか、カルマケンジ。いやー懲りねえな。独自の調査をもとに好きな答えを出しなさい。でも遺留品だって灯籠の血文字だって事件の後誰かが細工したかもしれないでしょ。それはありえないっす。どうしてですか？忘れたの？なるほど龍一、事件当夜からさっきまでここへ来ることは不可能だったの。あー確かに。なぜならおぼろ橋はなかったのだから。わかんない、崖を登ってきたやつがいるかもしれないよ。あの橋の修理には自分が立ち会ったっす。相良宗介みたいなやつがいたかもしれない。警察より先にここへ来た者はいないっす。つまりこの中庭に遺留品を持ち込むのは絶対不可能ということっす。う反論できない。やっぱり灯籠の血文字を見つけた時水洗いしておけばよかったっす。もし本当の殺人現場がここだったのならば、それのこちゃん犯罪だからね、やろうとしてること。ビキニさんの見た事件確認した方がいい。あこれなんだ、ビキニさんにもう一回。あこれもうあれかな、サイコロック解けたりする。主限度入り口前で間違えた、移動を吊り橋、移動を三門。おなんだ、当日某時刻ハザクライン三門。どうやら待ち人が来たようね。あみちゃん、おや、あなるほどさん、あやめさんよく来てくれましたね。護道検事が緊急事態ということで警察を動かしたのだ。また護道か。とにかく急いでくれ修験道の女王。ごめんなさい、なるほどさん、私のせいで大切な方を。本当な、源氏様お話は後にいたしましょう。うん、では私たちは奥の院に向かう、また後で会おう。なるほど、停停。おお、ちょっと待ってくれ三剣、僕も行くに決まってるだろ。いやでも行ってできることないからな、今は捜査に専念するべきでは。申し訳ないがそういうわけにはいかない。え、言いにくいことだが綾里と迷いは今微妙な立場に立たされている。あーなるほど。なんだ微妙な立場って？これからの活動は救出であると同時に捜査なのだ。一般人の立ち会いは許可できない。三剣、結果は真っ先に知らせる。分かってくれ。なるほど。でも真由ちゃんは。なるほどさん、真由様を助けるのが先です。違いますか？その子の言う通りよ。なるほど龍一、これより大ぼろ橋より先への立ち入りを禁止させてもらう。あれ、あそれでは失礼する。いてててて、立ち止まってる暇はないわ。なるほど龍一、貴様にはまだやるべきことがあるはずよ。貴様呼びやめてくれ。そうだったな、ありがとう思い出させてくれて。移動する。やるべきことって、まあでも今できることってサイコロックぐらいしかなくない？同一某時刻ハザクライン本堂。ビキニさん、さっきよりちっぽけに見えるぞ。小さくと言いなさい。なるほどリーチ、なんで心の声がわかるんだよ。どうしたのかしら住職様。あらあらあら、あんたたち元気？ああはあ、また落ち込んでるみたいだ。何があったん？さっきあやめが来たのよ。赤い王子様を従えて。赤い王子様、三剣のことか？挨拶だけだって話はさせてくれなかったけど、
おばさんのせいでこんなことになっちまったのに。あやめときたな。おばさんのことを腰を心配してくれて。あやめちゃんめちゃくちゃいい子なんだけどな。おばさんなんてことしちまったんだろうね。顔がね。それは仕方ないわ、住職様。あなたは見たことから逃げずにそれを正直に証言してくれた。我々はその言葉を決して無駄にはしない。意外と寄りそうな、この人。そう言ってくれるのはあなただけよ。キリ。そっちの青い兄ちゃんは言ってくれないんだね。え、僕ですか。いてて。ジロリ。立派だったと思いますよ、ビキニさんは。とっても。そう言ってくれるのはあなたたちだけよ。なんか言わされた感が拭いされないな。言わされたんだよ。言わされた感じゃなくて。それでいいの。なるほど、リーチ。確かに正直に証言するには勇気が必要だ。でもビキニさんはまだ隠していることがある。サイコロック解除する時は来たかな。あ、もういける。やっちゃうぜ。あ、でもそうか。今冷静に考えたけど、え、ちょっと待って。今ふと思ったけど、あ、今鳥肌がすごい。クライン流家元の語符を天竜斎エリス先生が身につけてたってことだよね。ビギンさん、僕にもそろそろ見えてきたんです。天竜斎エリス先生がこのハザクラインにとってどういう意味を持つ人物か、その正体について。何を言い出すのかしら、この子は。エリス先生は、エリス先生は絵本作家よ。実を言えば、かなり早い時点からある予感があったんです。予感。あとはそれを裏付ける証拠があればよかった。彼女の正体を物語る決定的な証拠がこれ、これでしょう。これはエリス先生が身につけていたものです。ゲー、あなたそれは。ただのお守りには見えません。じゃあ何だって言うんだい。その語符に一体どんな意味が。語符って言うんですか、これ。ううこいつが物語っているんです、彼女が何者か。この語符とある証拠品によってエリス先生の正体がはっきりする。ある証拠品。ああ掛け軸か。え、でも可憐にかかってるけど、これいいのかな。今は華麗で見えませんが。マジか。この掛け軸にはクライン流霊媒道の家元の姿が描かれているそうです。それを証明しているのは上に書かれている紋です。被害者のこの語符にも同じものが刻み込まれていますね。はあ、この紋、あ、この紋こそが家元を表す証なんです。誰がそんなことを。 おばさんは知らないよ。新しいクライン流の家元、あやさとまよいがそう証言しました。なんだって。あの修験者様が舞子様の娘さんです。本当なのかい。ええ、今となってはただ一人の後継者です。舞子様、全部割れた。そうなんですよね。天竜さん、エリス、エリス様がハザクラインにいらしたのは1週間ほど前よ。紋章の語符を見せられてもう気絶するかと思った。17年前に姿を消されてから姿を見た者はいなかったんだから。住職様、そのお守りは一体。紋章の語符といってね、家元の身分を証明する証なの。その伝承者は死ぬまで身につけていなければならないわ。死ぬまでね。やっぱりエリス先生はまゆいちゃんのお母さん。クライン流霊媒道の家元、あやさと舞子様よ。そうなのか。住職様、17年間も姿を隠していた彼女がなぜ今になって。それにはやはり事情があったみたいなの。その事情というのは。それは、ああ、地震？
何かしらこれ。え、みっちゃん大丈夫？まさか。地震よ。大変、この揺れ、奥の院が危ないよ。奥の院が？主言堂が崩れちまうかも。なんだって。まゆちゃん。収まったみたいね。何してるんだ、行こう。どこへ。奥の院だよ、決まってるだろ。ビギンさん、話はまた後で聞かせてください。分かってる、早く行っといで。怪我人が出たかもしれない、おばさんも用意しておくよ。おばさんはいい人だな。じゃあ行くわよ。なるほど、リーチ。捜査現場の連中もこのカルマがいれば通さざるを得ない。ありがとう。その時、嫌な予感が胸をよぎった。地震か。大丈夫だったかな、あいつ。みっちゃん地震苦手だもんね。三つるひレイジのことかしら。とにかく急ごう。俺がやるんだ。三問。とにかく奥の院へ。なるほど。ああ、みっちゃん。何してるんだよ、こんなところで。私としたことが。私としたことが。黙っていてはわからないわ。いて、なんで僕を叩くんだよ。逃げられた。え、まさか。あやめちゃんに？あの被告に。あやめさんだ。消えてしまった。消えた？脱走だ。取り逃がしてしまった。なんですって？ああ、もうむちゃくちゃだよ。やっぱり、さっきの。完璧に見えるこの男、ミツルギのたった一つの弱点。それが、自信。嫌な予感はしていたのだ。自分が許せない。地震が起こった瞬間、目の前が真っ暗になって、いやでもそれは仕方なくない？意識が飛んでしまった。お前、まだ、あの事件を忘れられないのか？普通忘れられないって。当たり前だろうが。それは彼女を逃がした理由にはならない。この私が被告人に脱走を許してしまうなんて。奥の院側に逃げ道はない。彼女はこちらに来たはずだ。なんだ、極楽庵か？私たちは見ていないわ。とにかく、早く、五道山中に検問を張らねば。待てよ、三剣。お前、奥の院は調べたのか？バカな、その必要はない。おぼろ橋の向こうは陸のこと、逃げ道など。いや、僕の知っている彼女は逃げたりはしないよ、三剣。なんだと？ビキニさんが言っていた。さっきの揺れで、主言道が崩れたかもしれないって。じゃあ彼女はそれを確かめるために？三剣、彼女は奥の院にいると思う。検問の必要はない。あ、すごい。なるほどの信頼。なるほど。とにかく急ごう。奥の院、主言道に。わかった、行こう。当日、某時刻、奥の院主言堂内。幸いなことに、主言堂は崩れていなかった。しかし、そこで僕たちを待っていたのは、まさに想像もしない光景だった。え？どういうこと？なんでやねん。からくり城が増えている。一体これは。あやめさん、あやめさん、教えてくれ。一体ここでは何が起こっているというんだ。続く。いやー、面白いな。もちろんこのまま続けますよ。楽しみましょう。同日、某時刻、奥の院主言堂内。なるほど、これが五道賢治の言っていた。ああ、からくり城だよ。それでは被告人、早速会場をお願いしたい。あの賢治様、申し訳ありません。私には不可能です。なんですって。さっきの地震、
主言道が崩れるのは免れたが、僕が見た時錠は一個だけだった。増えた錠の解錠はできない、そういうことかしら。ええ、私としたことがこんな不手際を。本当ね、反省しよう。みつるぎ大丈夫か、顔が真っ青だぞ。緑色の君に言われたくないなこいつは純粋に体調が悪いからね。みつるぎ0時、少し風に当たってきなさい。被告人は私が見ておくわ、頭を冷やすの。バカな、私はうま、すげえ、みっちゃんがムチでぶたれるとこは滅多に見れないね。今のあなたはどんなミスを重ねるかわからない。早く回復するの、それがあなたの仕事よ、ビツルギレイジ。いいこと言うね、めいちゃん。わかった、私は中庭で捜査の指揮を取る、ここは君に任せよう。まあ地震ばっかりは防げないしな、ビツルギ。雷が苦手な人とかもどうしようもないもんね、雷は鳴るんだから。あいつプライドが高いからな、中庭の隅で泣いてるぞきっと。プライドなんて生きていくには邪魔なだけの代物よ、お前が言うかいプライドの塊みたいな人が。でもいい仕事をするためにはなくてはならない。どうやらあなたと行動を共にするのもここまでね。私は厄介なパズル遊びに付き合うから。そうか、ありがとう。え、なるほど、今から何すんの。じゃあお話を聞かせてもらえますか、あやめさん。はい、あ、お話聞かせてもらいましょう。脱走、いや、もう脱走ではなかったんだよね。それにしてもどうして脱走したんですか。あの本当に申し訳ありませんでした。奥の院はかなり地盤が揺らいでいると聞いていたものですから、私心配になってしまって夢中でここへ。自由のために逃げたのではない、それはよくわかったわ。修験道が無事で私ほっとしました。でも、でもご覧の通りです。何者かがこんなに厳重な錠で修験道を、一体どなたがこんなことを。カラクリ錠。このカラクリ錠はクラインに伝わる秘宝の一つで、錠を閉ざす方法が数百通り存在します。数百通り。だから解除できるのはその鍵をかけた人間だけなのです。その鍵をかけた人間も解除できない場合あるんじゃないの、それ忘れてたら。でもこれをセットしたのはあなたではないのかしら。話はそんなに簡単じゃないよ、カラマメイ。最初僕たちが見た時、鍵は一つだけだった。それがいつの間にか5つに増えた。それはどういうことなのですか。あやめさんがここへ到着する前に誰かが鍵を増やしたんです。誰。多分まゆいちゃんを閉じ込めておくために。あやめさんが解錠できる鍵は初めの1個だけです。確かにそうですね。なんてこと。あやめさん、なんとかならないんですか。鍵をかける方法は数百通りですから、一つずつ試せば解錠することは可能です。数百か。ただ時間がかかるわね。ええ、丸一日ぐらいかかると思います。丸一日でいけるか。一個につき数百通りでしょ。丸一日開かないよりはマシよ。お願いできるかしら。はい、できる限りのことはやらせていただきます。あと一日か。まゆいちゃん、なんとか頑張ってくれ。事件当夜のこと、そういえばあやめさん、まだはっきりしていないことが一つありましたね。何のことかしら。なるほど、龍一めいちゃん、話に混ざりたいんだな。もちろん、事件当夜あやめさんがどこにいたかですよ。ん、いやいや、んじゃないでしょう。あなた自身は事件が起こるまでハザクラインの自室にいたと言っています。でもあの晩、奥の院であなたを目撃した人物がいる。さらにあなたはハザクラインで犯行現場を目撃されている。ハザクラインと奥の院、まるで被告人が2人いるみたい。いかがですか、あやめさん、そろそろ本当のことを。言えないと。それは、あ、でも3つなんだな。やっぱり何か事情があるらしいな。言えない理由ってなんだ。なるほどに関わってそうではあるけどね。
ここはこんだけか。移動でいいのかな。移動できるってことは移動でも良さそうだね。中庭行ってみるか。同日某時刻、奥の院中庭。みっちゃん大丈夫？警官たちがおどおどと捜査を続けている。ものすごくやりにくそうだ。そりゃそうだろう。意味もなくこんな目で睨みつけられているのだから。ブツブツブツ、私としたことが。まだ気にしてるみたいだな。かわいいな。みつるぎ？うわ。この3までに出てきたキャラが総動員する感じがすげえいいよな。おい、どこ行くんだよ。何しに来た。な、何しにと言われても、こんな私を見て笑いに来たのか。笑いたければ笑うがいい。なんかワンの5話とかでもこんなんだったよな、みっちゃん。どうした、さあ笑えよ。セル、やれやれ、こいつも変わらないな。そういえばお前、署に戻っていたんだよな。あやめさんのこと調べたいことがあるって。うん。おかげで嫌なことを思い出してしまった。ああ、何、お話聞こう。捜査について。随分念入りだな、中庭の捜査。本当の殺害現場はここである可能性が高いからな。血文字とこの誤符のせいか。そうだ、いずれも事件が起こってからの再開は不可能だ。まさか疑ってるわけじゃないだろうな、まゆいちゃんのこと。全てを疑うのが我々の仕事だ。まゆいくんもあやめさんも。まあまあ、可能性は潰していくべきだよな。それを疑うって言い方するから聞こえが悪いだけで。自信、やっぱりまだダメなのか。自信、一生治らないよ。ああ、さすがに悪夢は見なくなったが、今でも足元が揺れると息ができなくなる。いや、お前同じ目にあってみーさ。地震でエレベーター閉じ込められて酸欠になって親父死んのやで。今から17年前、僕たちがまだ小学生の頃、三つ里玲二はある殺人事件に巻き込まれたんだ。このワンツースリーセットを買ってこの事件知らないはやばいよな。裁判所を襲った大地震、それが全ての始まりだった。私は弁護士である父と共にエレベーターに閉じ込められた。酸素が失われ、薄れゆく意識の中であの事件は起こった。一発の銃声、それが全ての終わりだった。あの日、あの地震によって何もかも失ってしまった。夢も家族も、そして自分自身も。もう17年も前のことだ。それにあの事件なら解決しただろう、今から3年前に。分かっているさ、自分でもそのつもりでいた。それだけにショックだ、こんなミスをするとは。ああ、私のために弁護士の道を選び助けてくれた君にも。てか普通に大きい地震誰でも怖えしな。申し訳ない。やれやれ、随分弱気になっちまったな。なんかもう震度3ぐらいでも結構怖いもんね。あやめのこと、彼女に会った時気になったことがあった。どこかで見たことがある、そう思ったのだ。いや、どこかでというより法廷でと言うべきか。それで署に戻って調べてきたのか、私の扱った全ての事件のデータを。な、やはり思い違いではなかった。私は彼女の顔を見たことがあった、6年ほど前に。なんなら初法廷って言ってなかったっけ。6年、初めての法廷だった。私にとって最悪の事件だ。それで彼女というのは。すまないが、なるほど、その人物に関するデータを外部に漏らすことはできない。どうしてだよ、事件を解決するためだぞ。私の知っている彼女は宝石商の父を持つ娘だ。ハザクラインで育ったあやめさんとの接点はない。それにその人物はこの事件とは無関係なのだ。まさかなるほどの元カノっつったらたまげるやろな。みっちゃんは無関係だって。これは絶対的な事実として断言できる。バカな、彼女が無関係なはずがない。三つ剣に分からせるんだ、あやめさんと三つ剣の知っている彼女との接点を。え、なんかあるか、なんかある。
今なんかどう関わってくるのか、さすがにあの面下げといて無関係ですはないだろうとは思ってるけど、今なくない？それが証明できる方法って。だよね、まだなのかな。まあ多分おいおい何か突きつけることになるんだろうな。調べるのはもう調べたよな。新しいのが増えてないし、まあ行けるとこ行ってからまた来ればいいか。修験道入り口前。てか極楽館行ってないんだよな。同日某時刻、奥の院修験道前。いよいよこの事件も大詰めだな。情はあやめさんに任せて情報を集めるんだ。ビギニさんに、ビツルギ、ついでに糸の子刑事、ついでにね。そして、ハルミちゃんか。ハミちゃん今どこにいんの？移動する。どうしよう。釣り橋。当日、某時刻、おぼろ橋。急に誰にも会わなくなっちまったな。人がいないと本当に静かだな、この山は。そういえば、この先に山小屋があったけど、やはりのやつ、またあそこでふてくされてるんだろうか。あ、極楽庵行く？一回も行ってないもんね、今回の捜査で。キッズ。当日某時刻、山小屋極楽庵。まだ結構無事だね。さっき大きな地震あったのに。どこも何も崩れてないじゃん。あ、なるほどくん。あ、ハミちゃん。ハルミちゃん、何してるのこんなところで。それより、マユ様はどうですか？うん。それが、まだ、そうなのですか。おい、こら、何しに来たんだよ、なるほど。やはり、ここは負け犬たちが集う負け犬たちの山小屋だぜ。いや、ハミちゃんは負け犬にしないでよ。負け犬？負け犬たちが身を寄せ合って慰め合うんだよ。悪いか。私、マシスタンに似顔絵を描いていただきました。よかったね。俺たちこれから焚き火を集めに行くんだ。裏ぶれたキャンプファイヤーで薄汚れた焼き芋を焼くんだ。やめろ、芋にも失礼だし。ハミちゃんを巻き込むな。邪魔するなよな。まいったな、すっかり盛り上がってるぞ。逆向きに。どうせ俺の言うことなんて誰も信じちゃくれねえんだ。日頃の行いって言葉知ってる？アルミちゃん、ダメだぜ、こんなやつを信用しちゃ。迷い様、ハミちゃんは何かを気にしているね。マシスのスケッチ。ああ、どんな似顔絵描いてもらったの？やはり、この絵について何か言いたいことあるか？へん、お前に言うことなんか何もねえぜ。俺とハルミちゃんには負け犬同士、ここで芋食って暮らすんだ。暮らすな。やれやれ。ハミちゃん身寄りないんだからさ、唯一の身寄りがお前になるとか最悪だよ。じゃあ、ハルミちゃん、この絵なんだけど、どう思う？まあ、とてもお上手ですね。私、お絵描きは苦手なものですから。芸術関係一点でダメそうだもんな。だろうだろう、この火の色がなかなか出なくてさ。まあでも弟子入りしてそんな時間経ってないことを考えたら、まあちゃんと描けてはいるよね。おそらくお飛びになっているのはあやめ様でしょうか。夢いっぱいのとても素敵な絵だと思います。いやいや、夢じゃねえの、本当に飛んだわけよ、あの晩あやめちゃんは。まあマシス様。はるみちゃんまでそんな目で。かわいそうな人を見る目で俺を見ないでくれ。まあでも実際に飛んだとしたらどうやって飛んだかなんだよな。やっぱりやはりは本気で描いたんだな、この絵。あの晩確かに俺ここでうとうとしてたけど、雷の音でびっくりして目が覚めたんだ。そして本当に見たんだよ、このすごいシーンを。まいったな、信じるしかないのか。なんだよ最後のあんは。事件当夜のこと。はるみちゃん。はい、何でしょうか。事件があった夜のことなんだけど。はるみちゃん、どこで何をしてたの、事件があった頃。私ごときのもののことなんて、どうでもよろしいじゃありませんか。そういうわけにはいかないんだよ。事件が起こった晩、はるみちゃんは部屋でエリス先生と絵本を読んでいたはずだった。でも、エリス先生は殺害されて、はるみちゃんも奥の院にいた。ちょっとわからないというか不審な点だよな。一体あの晩何があったのかな。じゃないとメイちゃんと仲良くしちゃうぞ。申し訳ありません、なるほどくん。ほほう。鍵をかけるかい、心に。あ、しかも多いな。
おお。私、悪い子です。だからきっと、バチが当たったのですね。バチが当たった？どういうこと？はるみちゃん。私の霊力が消えてしまったのです。消えてしまった。霊力が？消えた霊力。はるみちゃん、霊力が消えたというのは？私、もうおしまいです。霊の読めない霊媒師なんて絵の描けない画家様のよう。なんでそこで俺を見るんだよ。もしかしてはるみちゃん、このハザクラインで誰かの霊を呼ぼうとして失敗したのかな。ううわーん。こら、なるほど、女の子を泣かすな。おお、俺も泣いちゃうぞ。うわーん。やっぱりサイコロックを解除するしかないみたいだな。いや、さすがにまだ無理だよな。いろいろ回ってから来るべきだよね。調べるのは特に新しいもの増えてたりしないよね。あいつには芸術が合うのかもしれない。まあ絵は描けてるからね、ちゃんと。なんかそれなりに技術を積めば存在自体がアート。それなりの絵描きにはなれそうだけどね。じゃあ3問の方いきますか。同日某時刻、葉桜に3問。サイコロックが多いな。そういえばビキニさんはもう本堂に戻ってるかな。それにさっきから糸の子刑事の姿が見当たらないけど、確かに。のこちゃんどこ行ったの？仲良くお茶でも飲んでるのかもしれないな。糸の子刑事、おばさんに好かれるタイプみたいだから。のこちゃん、一応好きな人いるんだけどね。つかないのかな。おらららら、どうしたの。同日某時刻、葉桜院本堂で、どうだったんだい修験道は。あ、大丈夫だったよ。なんとか無事でした。でも大きな問題が。カクカクしかじか。僕はビキニさんに話した。修験道への侵入を拒む5つの鍵のこと、錠のこと。一体誰がそんなことを。カラクリ城を使えるのはクラインの人間だけなのに。錠のことはあやめさんにお願いしました。ビキニさんにはお話を伺いたいんです。ああ、さっきは途中だったっけね。17年間姿を消していたクライン流霊媒道の家元、あやさと舞子がなぜこのハザクラインに姿を見せたか。1週間前、エリス様、いえ、舞子様がいらっしゃった。家元の証を示してから、あの方はこうおっしゃったの。クライン流霊媒道本家の血が絶やされようとしている。ほう。え、それ、迷いちゃんの命が危ないってこと？私はそれを阻むためにここへ来たって。やべえな、すでにゾクゾクする展開になってきたな。本家の血？あと探偵パートだぜ。クライン流の真の後継者は一子相伝、たった一人きりなの。その血を継ぐ霊媒師、家元とその娘が本家よ。それ以外の霊媒師は分家と呼ばれ、決して頂点には立てない。そのシステムが悪いな。じゃあ、だからクライン流の歴史では何度も繰り返されてきたわ。血で血を洗う構想が。分家が本家を根絶やしにしようとする暗殺計画が。なるほど、はい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 。まあまさに2の時の話だよね。そんな重たいものなのか、家元って。何がどうなるんだろう、その本家になったら。めちゃくちゃ金入ってくるとか、そんな話ではなさそうだよな。クライン流霊媒道、プライドというか地位の問題なのかな。あんたも知ってるんでしょ、クライン流が本物だって。ええ、目の当たりにしてるからな。まゆいちゃんと会ってからこの3年間、僕は何度も見てきた、彼女に死者が宿るの。仮面マスクの事件でも、マコちゃんの事件でも。3の話しかしねえ。千尋さんはいつでも僕を助けてくれた。ジヒ、今何してんの。でも今そうか、ハミちゃんぐらいしか呼び出せる人いないから。クライン流はこの世界に対して大きな影響力を持ってきたわ。当然よね、死者と語らう本物の霊能力なんだから。その時代の権力者たちの陰に必ずクライン流が存在した。うん、その権威は絶対で、誰もが敬意を敬って払っていたの。でもその割にはあまり、その生活が豊かであるようには。
貧乏くさいって？あ、はっきり言わねえ。信用を失ったのよ。たった一度の失敗で、あれだ。DL6 号事件だ。失敗？今から17年前のことよ。クライン流の権威が地に落ちたわ。ある事件によって。ね、みっちゃんのお父さんを呼び出した話だよね。その事件って、もしかして？今でも記録が残ってるはずよ。もちろん封印されてるけど。DL6 号事件。それが記録に与えられた名前よ。ここであの事件が出てくるのも今鳥肌立った。 DL6 号事件、やっぱりそうだったか。いやー、うわー、ゾワゾワしちゃう。 DL6 号事件、その事件ならよく知っています。解決したのこの男だからね。今目の前にいる男が解決しました。今から3年前僕が扱った事件ですから。そう、あの弁護士、あんただったのかい。そうなんですよ。いける伝説ですよ。17年前に起こったある殺人事件。この国の警察の歴史で初めて霊媒師に協力が求められたの。被害者の霊を呼び出して犯人の名を聞くという試みね。その霊媒師が綾里舞子、まゆいちゃんのお母さんだった。舞子様の霊媒によって一人の男の名が浮かび上がったわ。捜査陣は色めき立った。犯人の名が分かったのだから。ええ、でもその男は裁判の結果無罪判決が下されてしまった。その通りよ。そして事件はそのまま迷宮入りしてしまったわ。まあ、DL6 号事件も相当やべえ事件だったよな。あれも歴史に残るゲーム史上の歴史に残るシナリオだったよな。私たちは失敗したの。クライン流霊媒道が初めて一般世間に姿を見せた事件で、マスコミ、司法当局、世論、そしてクラインの里の霊媒師たち、あらゆるメディアが舞子様の力をインチキだと。お、里も言ってたんかい。そしてあの方は失意のまま姿を消してしまった。でも僕は真相しています。あやさと舞子さんの霊媒はインチキではなかった。もちろんそうよ。あなたのおかげで事件の真相が分かってからクラインはやっと再び力を取り戻そうとしているの。なるほどなるほど。その力を背負って立つのが新しい家元様なのよ。まゆいちゃんか。それがまゆいちゃんなのか。本家と分家の争い。クライン流の霊力はその血に宿っているわ。まゆいちゃんもそう言っていたっけ。私たち綾里家の女は代々霊媒師として生きてきたの。綾里の血は強い霊力を宿しているから。霊力は綾里家の女性の血にのみ受け継がれるらしい。綾里京子様の血を受けた家元の娘たちの中から代々たった一人家の次の家元が決められるの。選ばれなかった娘さんは分家になるわけですね。そうよ。それがいくつもの悲劇を生んできたわ。いやだ、システムが悪いって。みんな仲良くしようぜ。本家だけでいいじゃん。まゆいちゃんにはお姉さんがいたんです。千尋さんという。聞いたことあるわ、お姉様のこと。知ってるんですか。お母様、舞子様の事件を調べるため弁護士になったとか。そしてその事件を追ううちに命を落としてしまった。全部繋がってくるんだよな、これ。これ最初から想定して作ってたのかな。さすがにそんなことないよね。千尋様はおっしゃっていたそうよ。自分が弁護士になったのはお母様のためだけじゃない。姉妹で家元の座をめぐって争いたくないからだって。そうなんですか。あの方はお母さんの舞子様を見て育ったからね。きっと姉妹の醜い争いに嫌気がさしていたんだろうね。綾里舞子さんには一人お姉さんがいた。舞子さんの強い霊力によって家元の座を追われた。あのモンスターだよな。ここでその名前が出てくるのか。綾里貴美子様だね。最強の毒キノコ、綾里貴美子。その名前を僕はよく知っている。今から1年前、まゆいちゃんのふるさと、クラインの里で。シルエットがすごいもの。自分の娘を家元にするため恐ろしい事件を起こした。
キミコ様の娘さんを知っているということは、あんた気づいていたのかい？アヤメのこと。え？え？あ、アヤメさん？うわ、今ゾッとした。え？どうして彼女の名前が？どういうこと？アヤメは、あの子は、キミコ様の娘なんだよ。え？ん？え、ハミちゃんのお姉ちゃんってこと？なんですって？あ、あやめさんが？あの、あやめさんが？あやさときみこの娘だって？ほよよよよよ？あやめさんがあやさときみこの娘？おや、知らなかったのかい？きみこ様のお嬢様を知ってるみたいだったから。ええ、確かに知っています。きみこさんの娘さんなら。どういうことだい？はるみちゃんですよ。あの子がキミコさんの一人娘、ずっとそう思っていました。あの子がキミコ様の？知らなかったわ。キミコ様、キミコ様は今刑務所にいらっしゃるのよね？ええ、一年前のあの殺人事件。えぐ、シルエットえぐ。すべてはハルミちゃんを家元にするためだったんです。そうだったのかい。そういうことは、ということはキミコ様には娘さんが3人いたんだね。3人。ええ、3人。あやめには双子の姉がいるんだよ。ああなんですって？双子。今から20年前。脳が。家元の座を妹に奪われた時、キミコ様の家庭は崩壊したわ。はい、そらこの顔にもなるわな。その数年後、クラインの権威は地に落ちた。妻が家元になれないと知ったキミコ様の夫は、幼い双子の娘たちを連れてクラインの里を去ったの。はい、そうだったんですか。旦那様は宝石商だった。やがて再婚した際に双子のうちの一人をこのハザクライに預けたの。それがアヤメさん。話が見えてきたな。それがアヤメよ。なんでこんな純粋な子が、アヤメさんに双子のお姉さんが。あ、でもお父様の血なのかな、もしかしたら。ハミちゃんもだって純粋無垢だもんね。そのお姉さん、もしかして。あの、一つだけ教えてください。あやめさんの双子のお姉さんの名前は。ごめんなさい、覚えてないわ。父親が宝石商としか。宝石商か。ありがとうございました。おかげでいろいろなことが分かってきました。ゾワゾワしちゃう。アルビちゃんに二人もお姉さんがいたなんて。きっとそれはキミコ様の本家に対する執念なんだね。執念？双子の娘たちを宝石商の旦那様に奪われて、それでも娘を家元にする夢を諦めきれなかった。だからハルミちゃんが生まれたのか。あ、なんだ、新しい男か。今度の事件も独房にいるキミコ様の執念が引き起こしたのかもしれないね。あやめさんの双子のお姉さんか。とにかくこんな曖昧な姿のままでは何の武器にもならない。なんとかしてもっと情報を集めるんだ。え、何？どこ行くの？今のって登録されたの？あやさとキミコの娘であやめの双子の姉。宝石、あ、わかったわかったわかった。これは三剣だな。三門。移動。うわ、もうなんかずっと寒気がすごい。気温の問題じゃないよね。今日あったかいしな。俺の体調が悪いだけの可能性もあるけど。待ってよ。中には三剣に突きつけるじゃない？これは。こうだ。なあ三剣、知っていたのか。あやめさんには双子のお姉さんがいたんだ。な、
なんだと？双子？バカな、間違いないのか。ビキニさんから聞いたんだ。でもそのお姉さんについては名前さえも知らないらしい。私が調べた記録には姉妹のことなど書かれていなかった。幼い頃、あやめさんはハザクラインに預けられて、お姉さんの方は宝石商の父親に育てられたらしい。宝石商だと？なるほど。私はその双子の姉を知っているかもしれない。ああ、そう言うだろうと思ったよ。彼女の名前は宮永千奈美だろ。わあ、その通りだ。聞かせてもらおうか、彼女のこと。ああ、もうずっとすごい鳥肌。今から6年ほど前、初めて扱った事件だった。私が未熟だったせいで被告人を死なせてしまったのだ。お涙みちるさんが知っているのか、あの事件を。あやめさんと宮永千奈美、僕も気になっていた。だから6年前の千尋さんのファイルを調べたんだ。慣れないパソコンを使ってな。そう、あの時の証人が宮永千奈美だ。お涙みちるを協力させて狂言誘拐を企て。なるほどね。だからあれなのか、千奈美とあとあのお姉さん勇気だっけは似てないんだね。宝石商の父親から2億円のダイヤの原石を奪った。悪魔だもんね。いやー、キミコの血なんだろうな。そしてその5年後、今度は口封じのためにお姉さん宮永優希を殺害した。お姉さんが、あんな事件があってさ、そういう真実が覆い隠されたりするのを見てきて、お前よく何が何でも勝とうとしてきたね。宮永優希と宮永千奈美には血のつながりはない。優希は父親が再婚した相手の一人娘だったようだ。そうだったのか。そこから僕の知っている彼女につながるわけだな。この僕を殺そうとした彼女に。お涙さんが亡くなった後、宮永千奈美がどうなったか、そいつは調べなかったのか。その必要はない。宮永千奈美はこの事件とは無関係なのだからな。なぜそう言い切れるんだ。簡単なことだ。宮永千奈美はすでに死んでいる。え？そう、彼女はもうこの世にはいないのだ。ちなみの死、どういうことだ。三剣、宮永ちなみが死んでいる。今回初めて知ったよ。なるほど、君の学生時代の事件を。宮永ちなみは、有罪判決を受けた。綾里千尋の執念によって。綾里千尋。あの時の彼女、まさに悪魔のような形相だった。あの判決から6年経った今年、ついに執行されたのだ。彼女の死刑がな、つい先月のことだ。死刑。君にはいろいろな意味でショックかもしれないな。しかしこれで分かっただろう。彼女が事件に関わるなどありえない。死者は蘇ることなどないのだから。見えてきたな。死者は蘇らない。本当にそうなのだろうか。ビツルギ、一つ知らないことがあるみたいだな。なんだ。宮永千奈美とあやめさんの母親のことだ。母親？綾里君子というクライン流霊媒道文献の霊媒師だ。クライン流霊媒道だと？三剣ならわかるよね。これがどういうことか知っているのか。だって自分の父親に関わった件だもんな。
もちろんだ。あのインチキ霊媒師。インチキ。17年前、もう一つの悪夢だ。私が巻き込まれたあの事件は手がかりが一切なかった。打つ手をなくした警察は、ある霊媒師を連れてきた。家元と名乗ったその女は、被害者の霊を呼び出した。しかし、その結果、無実の男が罪に問われることになった。その霊媒師の力がインチキだったからだ。三剣。いや、でも、わかるでしょ、三剣なら。今でも警察の資料室に行けばその記録は眠っている。DL65 事件という分類ナンバーでな。そうだった。こいつはあの事件の被害者だったんだな。ビツルギ、いつかお前にもわかるよ。クライン流霊媒道がインチキかどうか。あ、え、こんだけ？今聞けるのってこんだけ？これで証拠、ああ、変わってるね。宮柳ちなみ公人、綾里きみ子と娘で、あやめの双子の姉、先月か、死刑が執行された。情報ってこれ揃ったか？ハミちゃんとどっちが先だ？もう一通り回れるとこって回ったよな。ハミちゃんとあやめ、まあまあ、突きつけるだけ突きつけてみるか。まあ近いから、あやめさんから行ってみるかい？突きつける、ほい。いやー、だいぶ見えてきたな。三つだな。事件当夜のこと。そろそろはっきりさせましょう。事件当夜のあなたの行動を。俺分かってないけどね。いけるかな？あなたは事件が起こるまで、ハザクラインの部屋にいたと言っています。今でもその主張は変わりませんか？ええ、間違いありませんわ。あやめさん、僕はあなたが無実だと信じています。だからあなたの言うことも信じたい。でも、事件当夜、あなたを別の場所で目撃した人物がいるんです。あなたを別の場所で目撃した人物は、ご住職だよな。もちろんビキニさんです。ビキニ様。今日の裁判で彼女ははっきり証言しています。あの晩おばさんは奥の院で修験者様の修行を手伝ってたの。でもこう見えておばさん腰が悪いのよ、暴力的なまでに。だからね、あやみに後を任せて葉桜井に帰ってきたわけ。ビキニさんはただあなたを見ただけじゃない、あやみちゃんの修行について会話をしているんです。つまりあやみさん、あなたは奥の院に行ったことになります。お見事ですわ、なるほど様。うん、あの晩修験者様の本業は、10時過ぎに始める予定でした。だから私、遅れないようにハザクラインを出たんです。それは何時頃のことでしたか？そうですね、ハザクラインから奥の院まで歩くと20分ほどかかりますから、9時40分頃だと思います。あやめさん、やっぱりあなたに嘘は似合いませんね。え、ハザクラインを9時40分に出た、そんなことはありえません。え、ハザクラインよく、あー、いやいやいや、え、あー、あー、はい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 、ズキンだ。そうだよね。そうだよな。なるほど、もらってるもんね、あやめからズキンを直接。うん。あなた自身が証言しているじゃないですか。事件当夜午後10時、消灯の鐘を鳴らしたって。あ、第一、その鐘を鳴らす直前、あなたはハザクラインで決定的な証人に目撃されている。それはわい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 、奥ですよ。なるほど様。あの晩僕たちは少し話をして、あなたは僕にこいつをくれたじゃないですか。お忘れですか？そうでしたわね。何このリアクション、怖いんだけど。あやめさん、また一つ謎が増えましたね。事件当夜の午後10時、あなたは同時に2カ所に存在したことになる。どうやらあやめさん、答えを出す時が来たようです。僕は今までに2つのことを立証しました。事件当夜、あなたは奥の院にいた。そして同時にハザクラインで鐘を鳴らしていた。この矛盾を説明する答えは1つしかない。
あやめはハザクラインにいた、あやめは二人いた、いや、これだよな。あの晩、あなたは二つの場所で目撃されています。まあこの人が二人いたわけではないんだけど、それならばあなたは二人いた、そう考えるしかありません。そんなどうしてそうなるんですか。私が二人なんて、ありえませんわ。それがありえないかどうか、あなたの動揺ぶりがはっきり物語っています。私がもう一人いた、そうおっしゃるのであれば、その証拠をお見せください。もう一人の私がいた証拠を。あやめさん、もうすべてわかっているんです。あなたにはお姉さんがいるそうですね、双子の。宮凪ちなみ、僕もよく知っている人です。そこまでご存知でしたか。さすがなるほど様ですね。でもあの方はもう。ええ、分かっています。先日死刑が執行されたそうですね。お気の毒です。ありがとうございます。あやめさん、もう説明の必要はありませんね。事件当夜、この霊場に現れた二人目のあなたはこの宮凪ちなみだった。でもお忘れですか、なるほど様。彼女はもう亡くなっていますのよ。あなたこそお忘れですか、あやめさん。ここは霊陽道場だそうですね、あのクライン流霊媒道の。誰かがあの晩宮凪ちなみを霊媒したのです。あなたはそれを知っていた、だからそれを秘密にしようとしたのです。キャー。私はあの晩ハザクラインの部屋におりました。奥の院でもう一人の私が目撃されたと聞いて、すぐにお姉様だと分かりましたの。先月お亡くなりになったちなみ様だと。やっぱり事件当夜、僕の家にビキニさんが見たあのあやめさんは宮凪ちなみだったんだ。なぜすぐに教えてくれなかったんですか。それはお姉様のなさることはいつでも正しいからですわ。そのお姉様死刑執行されましたけど。なんですって。それに私にお姉様を邪魔することはできませんの。だって私は裏切り者なのですから。裏切り者、あなたがですか。だから私、有罪になっても仕方がないんです。どういうことだ一体。裏。なるほど様、ご存知ですね。今から10年ほど前、この五道山で起こった狂言誘拐事件を。あの事件がきっかけで運命は大きく狂ってしまった。それ知ってるんだ、あやめさんは。お姉様は次々に罪を重ね、ついには命を落とすことに。すべてはこの私が裏切ったせいなのです。あやめさんが身代金の受け渡し場所に五道山が選ばれたのは偶然ではなかった。最初の計画では私がお手伝いするはずでしたの。なんですって。でも私怖かった、だから逃げてしまったのです。何を言ってるんですか、協力しないのは当然ですよ。2億円を奪うなんて、それも自分の父親から、最低です。でも私一度は協力すると約束したのです。それにお姉様は2億円が欲しかったわけではありませんの。あの誘拐は私たちの父への復讐だったのです。復讐ですって。あ、父への復讐、あ、間違い、はい、父への復讐。お父さんへの復讐。そうです、お母様を捨てて地獄へ追いやったあの男への。お母様、綾里と君子のことか。私たち双子はクライン流本家長女の娘として生まれました。当時のクライン流は財政界、政財界とつながりが強く、家元の権力は絶大でした。長女であるお母様は家元の座が約束されていたのです。
私たちの父はその力を手にするため母に近づいた。おとんの血でもあるんか。でもその思惑は大きく外れることになります。お母様は妹に家元の座を奪われてしまった。それが綾里舞子さん、迷いちゃんの母親か。やがてクライン流霊媒道の神通力も地に落ちる日が来ました。新しい家元綾里舞子が大きな失敗をしたからです。それが DL6 号事件。あの事件の後、父は私たちを連れてお母様と里を捨てたのです。もうこんな田舎にいる理由は何もない、そう言って。ああ、なかなかのクズだね。その時あやめさんはこの葉桜院に来たんですか。ええ、父の再婚相手にはすでに勇気という娘がいました。新しい家族の中に私の席はもうなかったのです。そうだったんですか。それ以来お母様には会っておりません。家元の座を追われ家族には捨てられて身も心もボロボロになった、そんな噂を聞きました。どうやらやっと見えてきたな。ああ、めいちゃん、ケンジという立場上全て聞かせてもらったわ。この事件全ては綾里家の物語を舞台にした事件だったのね。そうみたいだね。もうなんかずっとゾワゾワしてるもん。風？これ。あやめさん、もう一つだけ教えてほしいことがあります。何でしょう？お姉さん、宮崎千奈美が弁護士に毒を持った事件で。彼女は証拠品を隠すために、ある男子学生と交際を始めました。その学生について何か聞いていませんか？おっしゃってましたわ、一言だけ。鬱陶しいやつ、と。くさ！そうですか。ありがとうございます。つながりはあったんだ。どういたしまして。さあ、急ぐの名のほど、龍一。まだ調べることがあるはずよ。この情はお任せください。必ず解除いたします。お願いします。とにかく、今は前進もう。まだ一つ、秘密が残されている。そう、アルミちゃんのサイコロックが。いやでもなんかサイコロック、ハミちゃんのサイコロック解いちゃうと、なんだろう、戻れない気がしちゃうよな。修験道入り口、移動する吊り橋。これで極楽庵。当日、某時刻、山小屋、極楽庵。疲れてきたな。情報量多すぎて。あれ、はるみちゃん、移動やはりいないぞ。あれ、焚き火を集めに行っちまったのかな。仕方ない、後でまた来てみよう。え、あ、え、まだなんかやることあんの。吊り橋。え、中庭か。ちょっと待ってね。修験道の中庭は、まあ、特に何もない。入り口前、吊り橋、あとは本堂の方か。三門。本堂。あれ、話すも全部話してくれてるよね。移動、あ、じゃあ境内か。ああ、当日某時刻、葉桜院境内。風に乗ってどこからか陽気な鼻歌が聞こえてくる。なんだ、やはりか。ああ、のこちゃん。波のまにまに証拠が跳ねりゃ俺の心も跳ねるのさ。いやー、捜査楽しいっす。どうしたん？ろくな手がかりが見つからないけど、そんなの関係ないっす。おかしなったかな。自分はそんなもののために捜査をしているわけじゃないっす。捜査が好きだから、お前が好きだから捜査をするっす。夢のまにまに証拠が踊りゃ。セリフに続いて2番が始まったみたいだ。俺の心も。あんた、え、僕ですか。いつからそこにいるっす。今来たところですけど。なんやかんやこの仕事好きなんだな、のこちゃん。ほっ、何してるんですか、こんなところで。捜査っすよ、捜査。自分は見てる検事と約束したっす。
必ず本物の凶器を見つけ出すっすと。凶器か。あのギザギザの刀は偽物だったわけっすからね。かなり頑張ってるのに手がかりなしっす。わけのわからない怪文書を拾ったっすけど、怪文書事件には関係なそうっすしね。くれ怪文書。え、話す話す。とりあえず捜査状況から。それでどうなんですか、捜査の状況は。あんたには言いにくいっす。でもあえて言っちまうっす。やはり殺人現場は奥の院の中庭らしいっす。捜査本部はあの灯籠堂血文字を重要と考えてるっす。それどういう意味ですか。詳しいことはわからないっす。ただもし修験堂から綾里舞が発見されなかった場合、最悪の事態も考えなければならないっす。最悪の事態な、な、なんですかそれは。何も思い浮かばないっす。自分が言ったわけじゃないっすからね。一体誰が。合同検事っす。合同検事。どういうつもりだ。怪文書。あの怪文書というのは。まったく、自分が探してるのは凶器の刀なのに、見つかったのはこんな燃えかすだけっす。燃えかす。奥の院の前にある焼却炉の中にあったっす。いや、よく見つけたね、焼却炉。や、やっぱり気のせいじゃなかった。初めて見た時、あの焼却炉には雪が積もっていた。それが事件の後、雪はきれいに溶けていた。事件当夜、あの焼却炉で何かが焼かれたんだ。どうしたっす、拳を握りしめて。ちょっとそれ見せてもらえますか。いやいや、あげるっすよ、こんな紙くず。霊媒だの家元だの事件には関係ないっすからね。あざーす霊媒。証拠品燃えかす法定記録にそっと挟んだ。これ見れるの。霊媒、家元、キーワードがただことじゃない。よく目を通して、そして考えないと。ちゃんとゴミ箱に捨てておくっすよ。ちょ今見せてもらっていいですか。見れるこれ。注意して実行、夜が明けた、いるでしょう、消灯の鐘が聞こえたらすぐ霊媒をしなさい。そしてあとは彼女に全てを任せるのです。彼女の名前はほにゃにゃにゃ、私たちの味方、一切無用。彼女の写真を用意しておきました。霊を呼ぶ際に使いなさい。あなたならできるはず。すべてが終わ、焼き捨てること、またこの手紙、誰にも言ってはなりませぬ。家元に華麗に引導を叩きつけてやりなさい。なるほど。疲れた。本物の凶器ですか。被害者に刺さっていた七支刀は凶器じゃなかった。それは今日の法廷で三剣検事が立証したっす。そうらしいですね。そうなるともう一本別の刀があるはずっす。それを探しているわけですか。あてもなく。さすがに疲れたっす。でもあてもなく探したわけじゃないっす。これからは科学捜査の時代っすからね。警視庁の誇る最新鋭の秘密兵器を使っているっす。秘密兵器。秘密兵器。なんだ、ミサイルか。何ですか秘密兵器って。いいっすか、あんたも一つ科学的に考えてみるっす。犬じゃなくて科学的なの。はあ。凶器は刀っす。刀は科学的に言っていわゆる金属っす。まさか。ここまでで質問はミサイルか。ありません。もう答えも分かったような。そこでこれっす。おはは、久しぶりだな。ワン・4話以来のこれっす、金属探知機。やっぱり。どうすか、あんたも一つ科学的にやってみるっす。はあ、え、僕がやるんですか。いやー、さっきからずっとやってるっすが、さすがに飽きたっす。これもいい経験だと思うっすよ。押しつけてるだけじゃねえか、仕事。どうする、糸の子刑事のお手伝いやってみるか。あ、やろう。さ、やってみるっす。楽しいっすよ、捜査は。じゃあ、お言葉に甘えて。何分警察の最新鋭の科学の先っぽの操作っすから、装置っすから。いやこれ3年前からあったやろ。いや、なるほど高性能っす。気に触るほど敏感っす。はあ。それでは説明するっす。ここにはおそらく本当の凶器が眠っているっす。それを探し出すわけですね。まず探知機のスイッチを入れるっす。
この音は探知機が金属に反応して鳴ってるっす。探知機を移動させて金属があると探知機の反応が変わるっす。そこで A ボタンで調べることができるっす。目に見えないところにも反応するっすから、怪しいところは全部調べてみるっす。はーい、ごめんね。ごめん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 、ごめんなさい。これはエリスさんの杖ですよね。科学的に考えると杖は木でできているっす。でも実際に反応してるじゃないですか。手触りから何からどう見ても木っすかね。自分は鼻から金属に見えるものしか調べないっす。探知機を使う意味がないじゃないかそれ。まさかこんなものに反応するとは。ちょっと貸してくださいよ。な、何するっす。ここはおまわりさんに任せて。あ、頭の部分が取れちゃいましたよ。あ、あんた大事な証拠品をへし折るなんて何たる。うわあ。シャキーン。ごめん、これは覚えてました。杖の中から刀。まさか これが凶器。あ、また間違えちゃった。ごめんごめんなさい、ごめんなさい。被害者の杖の中に刀が。仕込み杖というやつっすね。なんとまあ美しい細工。これぞまさに美細工っす。言い方、言い方。美細工と不細工、これぞまさに紙一重っす。妙だな。本当の殺人現場が奥の院の中庭なら、なぜ凶器の刀がハサクラインの境内にあるんだ。糸の子刑事、この杖ですけど、中に仕込まれた刀のことを知っている人は。それは誰もいないっす。たった今自分が発見するまで警察の人間すら知らなかったっす。頼むぞ警察、発見したのは僕なんだけどな。見たところ血痕は残ってないようですね。じゃあ凶器じゃないっすねこいつは。いやいやいや、犯行後に拭き取ったかもしれないでしょ。血液反応を見ようよ。そりゃそうっす、凶器に決まりっす。長さも七支刀と同じくらい、間違いない。じゃあ自分は一っ走り鑑識会行ってくるっす。だって血を拭き取っても痕跡は残ってるはずっすからね。じゃあ、んな雪の間に間に探知機騒ぎゃ。待ってください、糸の子刑事。なんす？自分は今かなり多忙な毎日っす。その仕込み杖を調べるのちょっとだけ待ってもらえませんか。何をバカなこと言ってるっすか。お願いします、せめて迷いちゃんが見つかるまで。綾里迷いっすか。なぜか嫌なことを考えてしまったんです。なんすか嫌なことって。迷いちゃんは今修験道に閉じ込められています。でも本当に無事なのか、証人たちの話を聞けば聞くほど不安になってきてしまって。まさか綾里迷いが殺す。お願いします糸の子刑事、修験道があくまで。あんた顔がさらにビリジアンス。わかったっす、そんな顔しないでほしいっす。ただこの杖の仕掛けのことは誰にも内緒っすよ。知っていて黙っていたとなればあんたも自分もおしまいっす。それはそうだな。わかりました、この杖はあくまでただの杖ということで。じゃあこの杖あんたに預けておくっす。いや預けられても。すみません。のこちゃんもう人情に熱いよね。きっと無事っすよ糸の子刑事。山を降りたところに美味しいうどん屋があるっす。あやさと迷いが保護されたら連れて行ってあげるっす。あ、泣きそう。ありがとうございます。証拠品、被害者の杖を糸の子刑事から受け取った。内部に刀が仕込まれている。糸の子以外には秘密。うん、仕込み杖ってやつだね。それにしてもエリス先生はなぜこんなものを。いやもうだってそれは住職様が言ってないでしょ、ビギニさんが。これでどうだ。どこに行けばいい。またあれに行ったら復活してたりしない、あの二人。極楽庵。ほら来た来た来た、同日某時刻、山小屋極楽庵。お、小屋の前であの二人が焚き火をしているぞ。あ、なるほどくん。
ハミちゃん、探したで。はあ、遅かったな。一歩遅かったな。なるほど。芋ならも全部食っちまったぜ。手がかりはほぼ揃った。そろそろ、ハルミちゃんの話を聞く時が来たかな。ごめんな、ハミちゃん。とても大事なお兄さんとお話ししよう。大事な話。多いな。事件当夜のこと。事件が起こった晩の夕食後、はるみちゃんはエリス先生の部屋で絵本を読むはずだったんだよね。ええ、誘っていただいて私嬉しくて。でも私結局行けなかったのです。行けなかった？どうしても行かなければならないところがありましたから。私もう心配で心配で、いても立ってもいられなくなってしまったのです。アルミちゃんはエリス先生の部屋へは行かなかった。重大な心配事があったから。アルミちゃん、きっとあの晩アルミちゃんはここへ行ったんだね。遠くのいいんだよね。おい、それはここだ。どうかな、アルミちゃん。あれ、どうやらまだ打ち明けられないみたいだ。おお、間違えたかと思った。アルミちゃんは心配事があるからここへ行ったんだね。じゃあ、はるみちゃんが何を心配していたか、次はそれを当ててみよう。え、そんなことがわかるのですか？なるほど君を舐めちゃいけないよ。もし当たったら、正直に教えてくれるね。はい。はるみちゃんがそこ行った理由はこれしかないんだよ。まゆちゃんじゃないの？だよね。はるみちゃんが死ぬほど心配してくれたのは、もちろん、まゆちゃんのこと、だよね。まゆちゃんが申し込んだのはかなり危険な修行だった。なんといってもスペシャルコースだから。65万ぐらいするんやろな。私スペシャルコースを申し込んだんですよ。あら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 、この寒いのにスペシャル、命知らずね若い子は。死んでも知らないから。あはあはあ、笑い事ちゃうねん。ビキニさんに脅かされてアルミちゃんは心配になった。ハザクラインを紹介したのもアルミちゃんだったからね。きっと責任を感じたんじゃないかな。一体マユイ様がどうなってしまうのか、私もう気が狂いそうになってしまったのです。だから様子を見るために奥の院へ。あの晩アルミちゃんが奥の院に行ったのは明らかなんだ。わからないのはその後何があったのか。ううう、アルミちゃんが奥の院に行ったのは何時頃だったのかな。多分ハザクラインを出たのは9時半ぐらいだったと思います。本業は10時頃から始まると聞いていましたので、その時間までに奥の院に行こうと思ったのです。でも雪のせいで奥の院に着く前に10時になってしまいました。10時に？どうしてそれが分かったのかな。あの消灯の鐘がかすかに聞こえたのです。消灯の鐘か。ハザクラインの鐘付き堂、とても小さいよね。よくあの鐘の音が聞こえたね。私鐘の音には注意していたのです。聞き逃すわけにはいきませんでしたから。なんで鐘の音気にしていた。はるみちゃん、どうしてそんなに鐘の音を気にしていたのかな。それはきっとこれのせいじゃないかな。鐘の音を聞き逃せなかった理由は。ですよね。あの晩はるみちゃんにはある指示が与えられていた。きっとこいつに見覚えがあるんじゃないかな。あー、それをどこで。奥の院の焼却炉の中だよ。はるみちゃん、君はあの晩このメモに従っていたんじゃないかな。だから消灯の鐘を気にしていたんだ。すごいです。なるほどくん。焼却炉から見つかったこの指示書、やっぱりハルミちゃんに当てられたものなのかな。あの私それは見ての通りほとんど焼けちゃってるけど、最後の部分はだいたい読めるんだよ。消灯の鐘が聞こえたらすぐに霊媒をしなさい。ハルミちゃんはあの晩誰かを霊媒したんだね。うう、指示書を書いた人物とその目的、それを考えればあの晩誰が霊媒されたのか、
わかるはずだ。難しくはない。アルミちゃん、アドバン君が霊媒しようとした人物は。宮永ちなみ、それが指示書に書かれた名前だった。ああ、やっぱりそうだったか。アドバン、奥の院でビキニさんが会ったのはあやめさんではなく宮永ちなみだった。アルミちゃん、君は知っているのかな、宮永ちなみが一体何者なのか。実は私、聞いたことがないのです。宮永ちなみ様というお名前、多分顔が分かってなさそうな感じだったもんね、あの文章的に。萌えかすの、やはり知らないのか、この宮永ちなみがはるみちゃんのお姉さんだってこと。はるみちゃん、指示書のことだけど、一体誰が書いたものなのかな。え、聞いたこともない人物の霊を呼ぶなんて、よっぽどこいつには力があるみたいだ。アルミちゃんは何の疑問も抱かずにこいつに従っていた。それが次の問題だ。一体指示書は誰が書いたものなのか。アルミちゃん、君はきっとこの指示書が何を意味しているのか理解していないんじゃないかな。ドキ。それでも指示書の通りに行動したのは、それがお母さんからの言いつけだったからだ。どうしてそれを。そう、この指示書は、はるみちゃんのお母さん、あやさときみこさんが書いた。うわーん、いじめてごめんよ、はみちゃん。どうかな、はるみちゃん、そろそろ本当のことを。なるほどか、なんかいじめてるみたいで嫌な感じだな、僕。これ今、どんな目で見てんだろうな、やはりは。子供だと思って、甘く見ないでください。私が指示書の通りに行動したという、そんな証拠があるのですかわー。私、そのようなものを知りませんもの。あくまでも指示書の言いつけを守るつもりか。どうやら、これが最後の証拠になりそうだな。アルミちゃん、事件当夜、誰かがこの指示通りのことをしたんだ。事件当夜、誰かはこの指示通りのことをした。うん、確かにそれがはるみちゃんだったという証拠はない。やっぱりそうですよね。でもこの指示に従ったのは子供だったんだよ。どうしてそんな。なんだ。ああ、もし大人だったのならばこんな思い違いはしなかったはずなんだよ。思い違い。意思で書いてあることに従おうとしたんだろうけど、指示書の意味を取り違えたんだ。それを示す証拠があるはずだ。待ってね。証拠。ちょっと待って。ほい。ほい、ほい。ああ、なるほどね。はいはい、わかりました。これだ。家元に華麗に印籠を渡したんですね。この掛け軸、アルミちゃんがやったんだね。ああ、それであれか。言ってたな、そういえば。エリス様に字の読み方聞いてたな。華麗に印籠ってこれなんて読むのかみたいな言ってたね。あー、なるほど。私が一体何を。指示書にこう書かれている。家元に華麗に印籠を叩きつけてやりなさい。華麗、印籠。インド華麗。この漢字が読めなかったんだ。どうしてそれを。思い出したんだよ、事件があったあの晩。一緒にご本を読んであげましょう。よろしいのですか。私読めない漢字があるのですけれど。一緒にお勉強しましょうか。先生、例えばこれは何というものですか。カレー、難しい字。これはカレーね。この時にメモを見せてたってこと。ハミちゃんはエリス様に読み方は分かった。でも今度はその言葉の意味が分からなかったんだ。カレーといえばインド、私そう思ったのです。
だから叩きつけたわけだね、インドのカレーを家元に。正直なところ自分でもちょっと変だなとは思っておりました。やっぱり違ったのですね。ちょっとね、私本当に役に立たないのですね。お母様の指示も守れず、お手紙を焼くことすら満足にできないなんて。そんなことないよハミちゃん。こんな純粋な子を利用しやがって。事件当夜のこと、私あの晩お夕食の後奥の院に向かったのです。余ったカレーのお鍋を持って。カレーか。奥の院の掛け軸は見ておりましたので、お手紙に書いてあった家元とはきっとこのことだと思って。なるほどね。それで？雪のせいで奥の院に着いたら10時をとっくに過ぎていました。だから私奥の院の離れに行ったのです。離れ？ええ、そこで修行が終わるのをお待ちしようと思いました。どうして修験道に行かなかったの？修験者の本業が始まったら立ち入りは許されないのです。そこで迷い様の無事をお祈りしていたのですが、その私、もしかして眠っちゃったのかな。も申し訳ありません、このようなだらしのない。いやいや、あれじゃん、それ仕方ねって。俺もあやめちゃんを待ってて結局寝ちまったし。お前と一緒にするな。それで閉じ込められちゃったわけだね、奥の院に。目が覚めたら朝でした。私泣いてしまいました。おぼろ橋はなくなっていて、修験道にはどなたもいなくて、お寝坊したから置いていかれてしまったのだと思って、お手紙を燃やして一緒にカレーを温めて。泣きながら掛け軸にぶちまけたわけか。大変だったな、はるみちゃん。俺も小さい頃よく寝坊して奈良歩道に置いていかれたよ、学校。一緒にするなよ。俺と同じこと言ってる。消えた霊力。お母様の手紙に書いてあったのです。上等の鐘が聞こえたらすぐに霊媒をしなさいと。鐘の音が聞こえた時、私奥の院に向かう途中でしたが、呼び出したわけだね、宮永ちなみの霊を。でも私できなかったのです。できなかった？こんなことは初めてです、霊を呼べないなんて。私それから何度も何度もやってみました。昨日も、そして今朝も試してみました。でもどうしても呼べないのです。大丈夫だよ、はるみちゃん、気を落としちゃいけねえ。俺でよければいつだって飛んでくるぜ、ピョーンって。霊を呼べなかったか。だから霊力が消えた、そう思ったんだ。ええ、私もうどうしていいのか。他に何か考えられないの、霊が呼べない理由は。一つだけありますけど、ありそうもないことですから。ありそうもない、教えてほしいな。私より先に誰かがその霊を呼んでいる場合です。誰かが？はい、霊体は一つきりですから。明日中のレンタルビデオを借りることはできないぜ。なるほど、何個かある場合あるだろう。事件があった晩、はるみちゃんより先に誰かが霊媒したというのか。宮永ちなみの霊を。私もう情けなくて、お母様の最後のお願いも聞けなかったなんて。最後のお願い？そのお手紙です。お母様おっしゃいました、俺が最後のお願い、だから必ず書いてある通りにしなさいと。そうだ、この手紙もっと詳しく話を聞いておくか。君子の手紙。お母様は今刑務所というところに向かって、いらっしゃいます。うん、そうだね。私毎月面会に行くのですが、あれは先月のことでした、お母様おっしゃったのです。はるみちゃん、いよいよその時が来たようです。あなたにやっていただきたいことがあります。ここに来る前、お屋敷にお手紙を隠しておきました。それをよく読んでその通りに行動してくれますね。全ては綾里家のため、良いことなのです。はるみちゃん、お手紙の隠し場所は。やべえな、あの時から計画してたってこと？
あの2の2話目、2の2話から。お母様はいつだって優しくて大好きです。あんあん、母親ってのは子供のためなら何だってするからな。文字通りね。あやさと家のため、もちろん私協力するつもりでした。だってそれは迷い様のためにもなるではないですか。そうですよね、なるほどくん。言えねえ。そうだね。お母様のお手紙にはお写真も入っていました。写真？宮薙千波様のお写真です。それがあれば霊媒はできるはずなのですが。そりゃあ変だな。適当に相槌を打っている。それにお母様のお手紙なのですが、誰かが一度封を破った跡がありました。そりゃあ変だな。封が破られていた。証拠品燃えかすのデータを書き直した。ありがとう、はるみちゃん。おかげで助かったよ。どういたしまして。私どもにはお母様がついています。きっと真由様も無事ですよね。この無邪気な笑顔、僕は何と言えばいいんだろう。くあんたにもやっとわかったかい。なるほど。知らないってことがどれほど大きな罪なのか。合同検事、修験道の入り口でパズル遊びをしているみたいだな。あやめさんのことか。無駄なことさ。どういうことですか。おそらくあやさと迷いはもう帰ってこねえだろうぜ。何を言うんだ。なぜあなたがそんなことを。あんたが守ってやるべきだったんだ。あやさと迷いも、そしてあやさと千尋も、二人は大変な事件に巻き込まれていたのさ。それは分かりましたけど。いつもそばにいたのはあんただけだったんだ。助けてやれたのはあんただけだったんだよ。でも僕は何も知らなかった。言っただろう、マルホド。知らないってのは大きな罪なんだと。明日だ、全ての決着をつけてやるぜ、法廷でな。なるほどくん、今のケンジさんのお話はまさか。大丈夫だよ、はるみちゃん。まゆいちゃんはきっと生きている。明日になればわかるさ。そうですよね。私、なるほどくんを信じていますから。はるみちゃん、よくやってくれましたね、私のはるみちゃん。あなたは何も知らなくてよいのですよ。私にはこの日が来るのが分かっていました。綾里家本家の血は絶えたのです。今度こそあなたが家元の座を手にする、私の最後の願い、間に合ったようですね。